こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。この動画はコードプレイのダイスアフレコでお送りします。現在いるところがレッドガル金属地です。幹部召集行ってみたいと思います。名前からして今までのボスが出てくる感じなんじゃないかなと思います。最初からボス戦じゃないのがちょっと怖いですよね。BGM がすごくいい。あれ、選べるようになってるのでこの先ボスかな。メタナイトソードで行くみたいです。あ、最初のボス来ましたね。ゴルルムンバ。あ、削るのが早い。止まるかな。チャンス。半分はできてますね。あともうちょい。終わりました。早い。やっぱ進化するとすごく強くなりますね。大堀変形で移動？なんかすごいところにいる。これはタイムがあるけどショートカットできそうにないですよね。下から上だからな。曲がって上がってジャンプ。真ん中めっちゃ壊れてたんですけど間に合ってる。今回のステージだとワドルディが5箇所にいるみたいですね。最初のはここということはボス戦が終わってから1匹ずついるのかな。 5000? ありそうな感じがしますよね。では次、ここの次は、あれ、カプセルが落ちてる。このまま行くのか変えるのか。チャクラムカッターに変えるみたいですね。アルマバラバかな。アルマジロだ。なんか持ってるの嫌な感じ。押されてる。落ちちゃった。後ろ来てる。はい、チャンス。遠いね。投げてる時にまっすぐじゃなくて追ってくるからね、不思議ですよね。なんで追えるんだろう。よし、逃げろー。もう一回。わーチャンス。これでいけるかな。半分までも削れてますもんね。はあ、残ってる。まだ投げるのか。横に、あれ、そこにある宝箱にワドルディがいる感じがしますね。忘れないようにしなきゃはい、2体目のボス倒れました。幹部召集連戦なのか。1分半以内に倒す、もうミッションにありましたね。早めに倒すといいことあるかもしれない。はい、2体目。続いては土管で移動。壁を壊しながら移動になりますね。これタイミングがね、意外と難しいんですよね。倒れる。回復アイテムが落ちてますね。よかった。上、これも上だ。
次は下、あれいた、こんなところに隠しみたいになってましたね。これ下に入らなかったら取れないようになってるのかな。あ、ここからも一応来れるみたいですね。違うのかな、下に行ったから開いたのかな、どうなんでしょう。次のボスが来ましたね。なんだろう、こっちん、ボム、あ、待って、サーカスの戻りましょう。遠隔が使えた方が楽だと思うので、ノーブルレンジャー、キャロライン、最初から登るの？おお、もうちょっと早く狙えたらよかったのかも。一瞬の差なんですよね。上から始まってくれればいいんだけど。遅かったか。もうちょいですね。よし、飛んできた。チャンス。半分までは来ましたよ。あれ、ジャンプが入らない。よし。うち猫飼ってるんですけど、今作ね、そう、ビースト軍団で猫さん、猫、ヒョウ、ヒョウなのかな、出てきてくれて嬉しいです。もうちょい、はい、もう少し、いけましたね。倒れちゃった。で、ソードに変えるか、このままかかな。次は遊園地でも活躍したジェットコースターホーバリ、これ楽しいですよね。あ、ちゃんとコインここにもあるんですね。うの、え、火の玉、カプセル、あれ、これボタン押すの、これ、あ、これで押せるんだ。え、ちゃんと見てなきゃ出てくるんですがまだあるかな、3つ、いや4つ目がある。おにぎり、おにぎり取りたい。もうない、あった、危ない。これ斜めだったら当たらないんだ。おお、すごい。私ジェットコースター楽しいけど苦手だったんですが、これで最後、ここにあるやつで全部押せてる？押せてますね。あ、4がいない。え、どこにいたんだろう。4匹目がいなかったです。見逃しました。ね、ボス戦が5回あるのかと思ったらちょっと違いましたね。はい、ということで、ステージクリアとワドルディが4匹。隠れ道のさらに奥、行けなかったな。幹部召集はこんな感じのステージでした。ここからはまた次回進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!